本当にいつもありがとうございます。こちらじゃん、かわいい。はい、皆さんこんにちは、星の子です。今年もたくさんの方に支えられてこうして活動ができております。本当にありがとうございます。皆さんに少しでもワクワクをお届けしたい、感謝の気持ちを届けたいということで、今年もプレゼント企画を開催していきたいと思います。今年は全部で59点のプレゼントをご用意しております。抽選にはなってしまうんですけど、ぜひ応募していただいて、少しでもこうワクワクを味わっていただきたいなと思います。応募方法などは動画の後半で説明させていただくので、最後までぜひ見ていってください。それでは早速スタート。ということで、今回の選ぶ基準として、 Twitter で同じものを100点にするか、どっちがいいかなってつぶやいた時に、実際に私が愛用しているものが欲しいっていうお声がすごく多かったので、今回は全部私が愛用しているもの、お気に入りのものになっております。じゃあまずどれからいこうかな。こちらにあるコスメ系からご紹介していきます。まず1つ目、じゃじゃん。あ、開けれないな。この中は実はトムフォードのアイカラーコード01番のゴールデンミンクというカラーのアイシャドウパレットご用意させていただきました。こちらは5点になります。ゴールドとちょっとオレンジゴールドっぽいキラキラのアイシャドウが入った、もうすごく使いやすいお気に入り。すごいね、リッチな価格帯なんだけど、本当にキラキラしてて、この輝きがすごく綺麗なのと、発色がちょっと艶めきがあってね、これからのクリスマスシーズンにぴったりなんじゃないかなと思って、お気に入りのこちらを選ばせていただきました。こちら5点です。続いてがじゃーん、こちら。これはディオール。この中にはね、2点入っていて、まず1つ目が、こちらはもうディオールコスメといえばのアイテムなんですけど、ディオールマキシマイザーになります。カラーリップの上から重ねても使えるし、下地としても使えるし、保湿したい時にも使えますね。縦じわをね、こう目立ちにくくさせて、ぷっくりとさせてくれるリップと、あとこれ、最近購入したんだけど、ジャドールヘアミストです。これすっごいいい香りで、前回はこのオードパルファンの方をプレゼントとして選ばせていただいたんだけど、今回ヘアミストが出たということで、こちらの2つセットで5点ご用意させていただきました。コスメはこんな感じです。続いては美容アイテムいきたいと思います。まずじゃ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 ん、ヤーマンです。ヤーマンは個人的に本当に大好きで、そんな大好きなヤーマンさんとタイアップもね、何度かさせていただいたことがあって、最近だとヤーマンのフォトプラスシャイニーっていう美顔器をご紹介させていただいたんだけど、本当に良くて、いろいろモデルがあるんだけど、ハイエンドモデルにしか搭載されてなかったものがこちらのフォトプラスシャイニーには搭載された、いいとこ取りの美顔器で、毎日気軽に使える美顔器で、私はこれに出会ってから本当お肌がプルプルになって、忙しい日々なんですけど、その中でもしっかりと続けられるっていうのが私はすごく魅力的で、ぜひこれは一つ私からプレゼントさせていただきたいなと思って用意させていただきました。可愛くクリスマス用にラッピングさせていただきます。次4つ目、じゃん、サロニアの電気ブラシになります。これも私実際に愛用しているもので、これはねインスタだけで紹介させていただいたんだけど、私はね使い方としては化粧水をバーってつけて顔を濡らした状態で、これを一時的ではあるんですけどシュッと引き上がって、朝のむくみを取るのとかにもすごく便利です。続いてもこれはもうね毎年恒例というか、リクエストでどんなものが欲しいって聞いたら、家庭用脱毛器っていう声が本当に多いんですね。まあ、すごく需要があるもので、私も長年お付き合いのあるスムーズスキンさん、ホワイトとブラック1色ずつ今年も用意させていただきました。本当ね、これのおかげで私はツルツルスベスベ肌になったので、長年私も愛用していてご紹介させていただいているアイテムになります。でね、なんか今回からパッケージというかこう総柄が新たにできてて、でこの中に脱毛器とハードケースが入っています。ちょっとあんまりラッピング取りたくないので見づらいかもしれないんだけど、すごいね可愛いの、バージョンアップしましたね。もう機能は本当言うことなし、気になる方は今までの動画をぜひ見ていただければ幸いです。美容アイテムはこちらで以上です。続いて6つ目は、私アプリリというアパレルブランドを運営していて、この1年はポップアップに向けてがむしゃらに頑張ってきた1年だったんですけど、そんなアプリリというブランドもね、ぜひ皆さんに知っていただきたいなという思いがありまして、プレゼントとしても選ばせていただきました。まずウォレットバッグです。これはもう今は在庫としてはもうないんですけど、各色で2つずつ8点在庫を用意しておいたのでプレゼントに選ばせていただきました。財布とカバンが一体型になってるっていうようなものになっています。ここが長財布になっています。で、マチも十分にあるので意外にね物が入るっていう、すごい便利です。
主婦目線で使い勝手と機能性にこだわって考えたアイテムになっています。でもう一つ、こちらももう在庫はなくて完売しているんですけど、スマホチェーンポーチです。これ一昨年のクリスマスプレゼントとして選ばせていただいた iPhone ポーチがあったと思うんだけど、それからさらにバージョンアップして再販したスマホチェーンポーチです。こちらも2つずつ用意させていただきました。これも十分間違えるので意外にめちゃめちゃ入るっていうね。で iPhone 入れれて、カードケースも2個あって、ここがガバッと開くタイプにしていて、ここにもカードとかお金とか入れれたり、キーチェーンもついてたり、もうリップとかハンドクリームとかもそうポンポンポンいっぱい入ります。で年末年始海外旅行行く方とかももしかしたらいると思うんだけど、パスポート入れとしてもおすすめだし、ちょっとしたお出かけとか何でも使いやすい。これはこれも2色ずつご用意させていただきました。はい、続いては8個目。ここ光ってんのね、さっきから気になってる方いたかなと思うんだけど、じゃん、バルミューダのランタンになります。かわいい、おしゃれすぎない？これも5点ご用意があります。あの本当にキャンプやる方とかにもおすすめだし、これねそのままお家でこうやって飾ってても可愛い。これは充電式で3段階の光調節ができて、まずキャンドルのように火が揺れてるように見えるんですよ。そしてちょっと強くすると暖色の光になって、一番強くすると温白色になります。すっごい明るいの LED。 これでキャンプ行く時もこれ持っていくし、飾ってても可愛いから家にあります。続いて9つ目。これもちょっとアウトドアのアイテムなんだけど、今年1年はキャンプにハマった年ということで、本当に愛用しているものを選ばせていただきました。 BOSE の防水のスピーカーになります。こちらも5つです。防水だし軽いし、引っ掛けるとことかがあったりとかして、本当にアウトドアに向いたスピーカーだなと思ってて、見た目もシンプルだし音もいいから、これを持っていつもキャンプに行きます。これも本当いいスピーカーなので、ぜひ気になる方選んでみてください。はい、それではこちらですね。じゃーん、ブルーノのマルチ布団ドライヤーになります。これも5つです。ブルーノのアイテムはなんか毎年プレゼントに選んでる気がするので、今年もブルーノ入れたいなと思って実際に愛用している布団の乾燥機になります。見た目もナチュラルで可愛いし使い勝手がいいで、冬とかだとダニ予防になったりとか、あと梅雨とかは大活躍で、これでやるとカラッとしてて気持ちよくお布団に入れるので、すごくお気に入りだったので選ばせていただきました。そしてもう一つが、じゃーん、キッチン用品です。ジョセフジョセフのマルチまな板になります。まな板をずっとイケアのものを使ってたんだけど、さすがに買い替え時だなと思って買い替えたの。ジョセフジョセフってカラフルになってるものはもともとあったんだけど、これ限定なのかな、なんか新色なのか、このタイプが出たので買いました。これはすごい便利で、お肉、お野菜、温かいもので分けれるまな板が3つセットになっていて、スタンドができるので使い勝手が良くて気に入ってるので、こちらも5点選ばせていただきました。続いて最後のアイテムになります。じゃーん、コートを2枚ご用意させていただきまして、まずこちらから紹介します。こちらが私の今まで使っていた私物になります。ダブルスタンダードのダウンです。毎年ちょっと私物を1点2点入れてるんだけど、今まで使っていたものなので、こう使用感があったりとか多少の汚れがあったりとかもするので、その辺ご理解いただける方にぜひ抽選していただきたいなと思います。まだクリーニングかけてないんですけど、これからかけた状態でしっかりお届けします。これはじゅんたんに買ってもらった本当に思い出のあるダウンで、でもね3年ぐらい着てなくて、もういよいよ手放して本当に着てくれる人の元に届けなきゃいけないなと思ってたので、本当に着てくれる方に受け取ってほしい。これは切な願い。可愛くないバイカラーになってるんです。で中がダークなブラウンになってて大人っぽいんですよね。ちょっと正直なこと言うと、ファスナーが上がりづらくはなってるけど、使用すれば大丈夫かな。普通に締めるとこんな感じで、ファスナーはここまでで、首元がこう開くデザインになっています。だけどこれじゃあ首元が寒いじゃないですか。なのでスナップが2つついてるので、このスナップで止めてあげると首元をしっかりと寒さから守ることができます。でここね絞ることもできるので、もっとこう首に密着させたいなって時はキューッと絞ってあげます。
でここね絞りもついてて、ここでキュッとウエストマークすることもできるんですよ。そうするとこうダウンでも重くなりすぎずにちゃんとスタイルアップして見せれるっていうのが特徴的なダウンですね。ここにもね細かいゴムが入ってます。このダウン着ていただける方どうぞはい、続いてはこちらのアプリリーのウールコート。これはピンクなんだけどベージュもあります。こちらは1点ずつになります。なんでウールコートにしたかっていうと、実はもう去年とかぐらいからウールコートは絶対作りたいなって思っていて、ようやく作りたかったウールコートが商品化できて、思いが詰まったウールコートなのでプレゼントに選ばせていただきました。すごい一番こだわったのは、今中に着ているように冬ってこうゆったりとした身幅のあるニットをね着る機会が増えると思うので、袖にボリュームがあるようなインナーを着たとしてもしっかり羽織れるように、ここを結構幅を作ったので着やすいようにしました。リバーコートみたいなデザインになっております。で、なんとこのウールコートを送るときにポップアップ用に作ったアプリリーのオリジナルのハンガーで、どこにも発売する予定もないものなんだけど、特別にこのプレゼント限定としてアプリリーのハンガーを一緒にお届けさせていただきたいと思います。という感じで59点以上になります。ここから応募方法についてお話ししていきます。概要欄に応募フォームを記載しておくので、そちらの応募フォームからアイテムを選んでいただいて必要事項を記入していただきたいんですけど、よければ Twitter とかインスタのアカウントがある方は教えていただきたいです。あと、もしよかったら一言コメントもくれると嬉しいです。お一人様1回限りの抽選となります。応募期間はこの動画公開から5日間になります。ぜひこの5日間の間に抽選していただければと思います。当選者の方のみメールを送らせていただきます。そちらのメールに対してお送り先の住所を記載の上返信いただければと思います。なので抽選してからの 1,2 週間は常にメールをチェックしていただきたいです。お願いします。メールが届かなかったり返ってこなかったりとか、お送り先に商品を送ったのに戻ってきてしまったっていう場合は全て無効となってしまうので、その辺もご理解いただければなと思います。毎年でも本当にスムーズに商品お届けできるので皆さんに感謝しています。ありがとうございます。ということで改めて応募期間、この期間なのでぜひお忘れなく抽選していただけると嬉しいです。本当にいつもありがとうございます。これは本当私の感謝の気持ちです。受け取ってください。それではこの動画が少しでも良かったよ、これからも星の子チャンネル見るね、プレゼントいい感じだねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたねー。